はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、くつわりょうでございます。高子様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。区議、市議を目指していただく東京区の当支部長大募集であります。支部長になったからといって、お仕事辞めなくてもいいですから、まあご応募ください。お気軽によろしくお願いいたします。支部長になったら何をやっかっていうのは、動画とかツイッターで順次発表していくんで、あ、支部長になったらこういうことやんのかみたいな、わかると思います。年金受取年齢選択制開始だそうであります。60歳からもらえる場合は 76% 支給額、65歳からは 100%、65歳から支給額を 100% とすると、まあ60歳からだと4分の3ぐらいになってしまう。その代わり受け取れる年数5年間増えますね。75歳からだと 184% もらえるそうであります。倍近いんですけど、その分ですね、もらえる年数は短くなってしまう。これあれかな、平均年齢が男より5歳ばかし長い女性は、ひょっとしたら75歳からもらった方がいいかもしれないですね。人間いつどうなのかわかんないんで何とも言えないんですけど、ネットの反応です。政府の先延ばし政策、これあれか、検討しますつってずっと検討してる、脊髄反射で先送り、岸田政権、詐欺師の手口じゃないですか。75まで働ければな。わかるけど、75歳よりも早く死ぬこともあるし、よし、60で受け取らなきゃ。66歳で死んだら、もらえる額ゼロ。これは75歳を選んどいてってことかな。75歳から何に金使うんだよ。体が持たないな。損得なら、すぐもらうの一択しかない。受信料払うのやめたら、何十万円も得するよね。これ NHK が随分熱心に報道していたんで、皮肉ですかね。75歳まで引き延ばすの微妙だな。ちょっとね、いくらお金余裕あってもですね、75歳から、身体的に何でもはできなくなってそうだしね。世界中旅行して回るなんていうことも、ちょっと大変になってきそうですしね。肺がん歴のある私は、いつ死ぬか分かんないんで、すぐもらって自分で運用すっかな。私だったら60歳からもらっちゃうかな。健康で平均より長生きする自信がある人は75歳からでも、なんですけども、そういうわけで人間いつどうなるか分かんないんで、政府によるチキンレースって感じになってきましたね、これね。60からもらってですね、65歳からもらうんだと考えて、その金でせっせと三菱銀行株でも買うかな。なんで三菱銀行株かっていうと、日本政府が倒れても三菱銀行は倒れなさそうじゃん。いろんなグループ抱えてまして、相互に、固いと、倒産しそうにないということでね、三菱銀行。あと配当もね、年に 4% ぐらい、ですよ。三菱銀行株。結構配当良くてね。配当率っていうのかな。したらそれ5年間あれすれば、20% なるわけで、せっせせっせと、三菱銀行株でも買おうかな。政府が運用するか、自分が運用するかの違いっすかね。それね。政府に運用してもらって後からもらうっていうのとね、ちょっとこれは難しいですね。チキンレースですね、これね。新聞赤旗社説、今日の潮流っていうタイトル。陸自が反戦でも敵認定した、暗黒政治の復活だ、ギャオーンと吠えておりました。なんだかしんねえ理屈で、そういうことなんだろうな。ネットの反応です。反戦でもって言われただけで、なぜか共産党が怒り出す。不思議ですね。なんででしょうね。
右も左も戦争反対は一致してるけど、侵略されやすい環境づくりしてるから、敵認定されるという意味かな。お前らが言ってるのは国防反対だろうが、防衛のための戦力を放棄しろと言ってるではないか。共産党はあんたらやってるのは反政府活動だろう。訴えてるのが戦争反対じゃなくて防衛反対だからだろう。戦争反対じゃなくて日本だけ無防備でいろって言うから敵視されるんだろう、というような意見がありました。まさにその通りですね。あいつらやってるあの反戦、活動、平和活動って、平和を訴え武力闘争っていうそういうもんですからね。都内の左翼デモとか左翼外線の担当は警視庁警備部一課です。警備一課ですね。別名は公安一課、私みたいな局は参加が担当しております。で、あのデモやりたいんですけど、あの場所空いてますかとか、凱旋やりたいんですけど場所空いてますかとか調整をお願いすると、公安に言うんだから、主催者誰それ住所どこそこね、申請済んだから、あのデモはね、まあ、凱旋は言うだけで済みますけど書類書かないんで、反戦デモの主催がどこかっていうのは警察は全部把握してますかね。なんぼね、あの共産党が名前隠して俺じゃねえよって顔して集会とか反戦デモをやってもね、反戦デモを敵視され、なぜか共産党が発狂してるのもまあそういうことですわ。最近ではですね、飛び出た中核派とも仲良く一緒に凱旋してるよね。これ何十年も前に共産党が方針変えた時に、そんなの嫌だっつって飛び出た過激派が中核派ですから、帝国の集団的自衛権は全否定するくせに自分らは組んで共闘しとんのな、のクソどもが、共産党、キュラで共産党が言っとく反戦デモが全然反戦訴えてないってですね、日本人は武装せずに黙って殺されろって主張だから敵視されるんですよ。そんなのは、防衛反対運動だからですよ。右翼側はですね、バッチリ核武装して侵略されないぞっていうデモなんかやったらいいかもしれないですね。侵略されないぞデモ、侵略を許さないぞ、我が国への侵略を許さないぞ、バッチリ核武装するぞみたいなね。でうちはNHK デモでお忙しいんで誰がやんねえかな侵略されないぞでもね、核武装主張してる葛飾の鈴木信之さんとことかやんねえかな、こういうデモなって思っております。今年になって9回もミサイル発射してる北朝鮮、もちろんこれはロシアの指示であります。北方領土奪還を恐れて帝国を牽制する目的ね。先週ですね、択捉、国後、両島でロシア軍3000名かっこ主催者発表なんで本当は300人ぐらいしかいなかったかもしれないが、対戦車ミサイルや自走砲など実弾訓練を行いました。4月1日1000人規模で、これも主催者発表なんで本当言ったら100人ぐらいかもしれない。で同じような訓練しました。エイプリルフールに訓練するとは、嘘なのかな。訓練しましたって言ってるだけで嘘かもしんねえな。いやガソリン代もったいねえからなんつってね、ネットの反応です。金欠なんだから無理すんな。実際どのぐらい余力があるのか、2000人も減ってて草西に送られたか、来週には300人になってそう。ふっついふっつい戦車が現役で爆笑。ウクライナ侵攻も演習からだよな。不法占拠してる自覚があるからビビり散らかしてんのな。日本に攻撃されたとか言いがかりつけて攻めてきそう。今攻められたら本当にやばいからやめてって気持ちは伝わってきた。戦線を拡大しすぎるとめっちゃ大変ってじっちゃんが言ってた。 Y 北海道民一家に一台ジャベリンかスティンガーが欲しいと。まあ侵略されるとしたら北海道でしょうかね。どさくさでね、ロシアの弱体化、
できたらコテンコテンに弱って、崩壊してほしい。帝国としては北海道でですね自衛隊、大規模演習を行って煽りに煽るのがいいのかな、国益なのかな、先週から2000人もですねウクライナ侵略に引っこ抜かれたみたいだし、余裕ないでしょロシア軍。煽って煽ってですね毎日毎日演習させてロシア軍を疲弊させよう。それが帝国の利益だと思います。緊張でおかしくなった脱走兵とか出れば、まあ、帝国としては頂上ですよ。万事事なかれでですね脊髄反射で先送りの、真空総理、空っぽ総理、岸田総理には全然期待できませんけど、まあ米軍あたりにですね北海道で合同訓練しようじゃーんって持ち帰られたら、まあ断れないでしょうね。こんな時まで他力本願なのが情けない。自衛隊の方から米軍に北海道で合同訓練しましょうか、言ったらいいんじゃねえのかな、ペレシチュークウクライナ副首相、少なくとも4万人以上の民間人がロシア軍に拉致連行された、少なくとも2000人以上の子供が含まれる、ウクライナ政府、民間人の拉致は明白なジュネーブ条約違反である、抗議声明発表、シベリアやサハリンの炭鉱やガス油田、ガス採掘現場近くに収容所の建設ラッシュだそうであります。収容所の呼び名は浄化キャンプだって。なんかおっかないですね。ロシア政府も、移送した、ウクライナ人を運んだことは認めてますんで、認めてんだけど難民保護って言い張ってんだって、だからデマではなさそうなニュースであります。4万人拉致連行されたっちゅうね。ネットの反応です。こんなの奴隷やん、うわー今時炭鉱送りとか、4万人ってえぐいな、歴史に残る残虐行為、80年前とやってること変わらんな、やばすぎる、擁護しようがない、21世紀に何やってんのこいつら、マジで国連役立たず、泣けてくる、国連マジ意味ねー、返してほしければ降伏しろってか、死に物狂いで抵抗するわけだよ。橋本徹と宗男と玉川徹はなんか言えや、これに対してアクロバットでですね奇想天外な理論で擁護してみせろって、この強制連行拉致連行をね、笑ってやるから。国連が何の役にも立たねえっていう意見多かったです。まさしくその通り、まあ、帝国にとっては有害ですらありますからね、国連はね。もう国連の負担金回避払うのやめたいんじゃないの、これでロシアを叩くとヘイトスピーチっておかしいだろっていう意見ありましたけど、そんな気違いおんのか、こんなの擁護しようがないっしょ。日本人のシベリア抑留っていうのもあって、日本もね被害者なのからね、被害者なんですからね、抑留された日本人は約60万人でした。と捕まっちゃって、ロシア軍にと捕まっちゃって、うち7万7000人が飢えと寒さで解放前に死亡しました。捕虜用に本部から食料が届くんですけど、それ横領して転売して小遣い稼ぎしたやつがおった。暖房用の燃料も本部から届いたやつ横領して転売して小遣い稼ぎするやつがおったということで、バタ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 1割以上亡くなって、日本人より悲惨だったのがドイツ捕虜、ドイツ兵と捕まった、約16万人がと捕まって生きて帰れたのはたった7000人であります。ほとんど亡くなってしまいました。収容中にね、こんなんでなんでロシアはナチを叩けるのか全くの謎であります。自分らだって似たようなことをしてんじゃん、絶滅収容所ですかみたいな。中国人もびっくりのですね戦車装甲並みの面の皮だなと思います。もはや何をしでかすかわからんと判断したんだか、なんか情報掴んだんだか、アメリカ政府がですね生物化学兵器防護服を
ウクライナに供給したと発表しておりました。ネットの反応です、日本も遅れよ、ガスマスクと防護服セットを提供したようだ、勝てるとなったらがぜんやる気出しちゃって、まあサリンの場合触れてもアウトなのが、てんてんてん、サリンなら水で洗い流せる、アトロピンも配布しといた方がいい、サリン膜のちらつかせているから装備を送るのは妥当、今のところ米国の予測がことごとく当たってるのが、じゃあ使うのかな。ロシアの化学兵器って未だにサリンなんすか。これサリンってあのナチがもともと開発したやつで、歴史が古いっていうか古い古い80年前に作られたものなんですけど、もっとひどいガスなんかも開発してそうですけどね。ロシアの子分のシリア、独裁者アサドがですね、反政府の自国民に対してサリン使った事件がありました、数年前。これロシアが提供したものだったんでしょうか。本当にやるかもわかんないですね。あの独裁者は権力維持が最優先だしね、後のことはどうでもいいもんね。なんせあの独裁者から転げ落ちたら、待ってるのはあの死とかでしょうから、まああの他のことは目つぶれるっていうか取るに足らないこと、まあ、死ぬより自分が死ぬよりマシだみたいに考えて何やっかわかんないですもんね。それともあの米国が何やら情報を掴んだんだかわかりませんけれども、よかったらチャンネル登録してください。デトックスジャパン。